こんにちは、ギムカメです。というわけですね、今回なんですけども、俺さ、コメント欄いつも見てるんですけど、なんかね、一つだけめっちゃね、これカメさん使ってください。マジで強いです。鼻いっす。みたいな感じのね、声の武器がありましてですね、それ以外こいつですね。これちょっと見てよ。それでも私は QXR バカ、なんかバカ強いし、とりあえずバカ強いらしいですね。QXR バカ強いボットがいる、なんか、うん、それぐらいやばいです。ほら、サイレント中、これ、2日前ですよ。2日前、これ時計やばいらしいですね。ほら、SMG は QXR 意外と強いですよ。ほら、しかもブーちゃんも言ってますよ、これ。君たちがしてることはやり捨てぽいぽいですよ。俺がブーちゃんを、さらになんかサイレント修正来てると思われる QXR らしいですね。だからこれやばいらしいです。とりあえずやばいらしいです。激アツっすね、今。まあ、とりあえず今回はね、この QXR のビッグウェブに乗っていこうということですね。まあ、とりあえず QXR の最強アタッチメントがこんな感じですね。でですね、あれ、神さん、強化ボルトはみたいな感じで思う方もいると思うんですけども、こいつさ、ダメージ射程距離とやっぱりそのダメージが下がってしまうんですよね。で、まあ、QXR って一応派遣時代あったんですよ。まあ、半年ぐらい前からだったんですけども、今現在ですね、強化ボルトをつけたら4発キルがね、没収されているんですよ。まあ、これが一番原因かな、そのみんなが QXR 使わなくなった。まあ、これがその4発キル没収されてから結構ね、QXR の、使用率は減ったんじゃないかなと思ってます。まあ、個人的には強化ボルトを外して、拡張マガジンをつけてですね、どんどん突っていった方がいいんじゃないかなと思ってます。早速ランクマッチ行きましょう。レッツゴー。ブチブチにするぞ。来たーということですね。いや、これはアーツタンドやろ。いや、絶対ニュークターンのやつ、スナイモするつもりやん。これニュークターンやめて。はい、死ね。まあ、なんかさ、ニュークターンを選んでるやつって、どうせ投げも投げてなきゃな。サーマイトで投げた時のその快感をも得てしまってるやつしかいねえから、もうね。それをね、今日は打ち破っていきましょうかということですね。いいっすね。このトロフィーがね、後々にこの刺さるんだよな。この敵どこにいるんや。いや、向こう、あー、MX は女。いるから、ま、任せろ俺に。ほら、舐めとんちゃうぞこの野郎が、マジでこの野郎がよ。てかさ、なんかそのピースキーパーのその新しい迷彩やったっけ、なんかなんていうの、変なゴツゴツした、なんか白いやつ。あれちょっと紹介したところなんですけど、まあ、言うとちょっとどうしようかな、これ。じゃあ、これ最初おんのか。もうこれ、ワンチャン中に入ってもいいかも。これ中にあえて入っていく。相手の脇をぐちゃぐちゃにしていくっていうね。俺のこのスタイル。ぐちゃぐちゃにするスタイルっすね。結構2階で勝って、あ、バレてない。バレたー行く、腰打ちなんですよね。やっぱさ、QXR これ腰打ちもいいからさ、これが好きだから、あそこに固まっちゃうんだ。いや、それなんすか、その毒ガス。これ多分に、あ、こっちっすね。一旦ワン買って、待って、この、あえて脇をぐちゃぐちゃにする。これ、芋らせない。芋らせないしてやる。待って、いや、これやつ絶対来てくれ。親からさ、だから女の子が。あん、まあでも、これは結構敵の脇をね、そのアルスさんでいいんじゃないでしょうか。もう言うて、このニュークターンはね、芋られたらもうめんどいから。まあ、ゲンゲラゲンに蹴っていく。一旦これは待って、キネティックしっかり破壊していくよ。あー、なんすかこれ。あー、これか。フラッシュドゥルーってやつか。一旦ここを。いや、あれ、ローよ。激ローよ。あー、いけいけ、俺が逆に行く。ちょっと待って。やーん。今日めちゃくちゃなんだよな。ちょ、これ対空しようぜ、お前ら。一旦俺が対空していく。で、これですと敵の脇をしっかり確認していってもらって。これあそこにいない、カード待ち。大丈夫そう。カード待ちもさ、いねえか。いるんですけども、しっかりこれは先端にいるんで、バチバチバチ、金色に光ってるやつしっかり買っていく。オッケー、いいっすね。そしてこれもなんか、わかるぞ、ゴリラ。わかるぞ、それ。ほら、アイコンがな、ゴリラのやついいんだよな。待って、行って、これ、あーしの、いいっすね。これ、待って、言うよ、もうほんまさ、ほんまおもんねえよ。このゴリラに俺は共感する。お前、なんか HG 使ってるやつおんだけどな。なんか、しかも緑迷彩って結構珍しくねえか、それ。逆に珍しくねえか。で、これは、いいね、これ。これ仕分けない。いや、でもなんていうんすか、これサイレントシューズ入ってんのかな。まあ、言うてね、その結構 QXR 今激ヤバすみたいな感じの声はあったんだけども、一旦これ SR 芝居って言ってんの。ニュークタウン名物 SR 芝く、そしてこれ一旦リロードする。多分これバレてんね、俺。絶対バレて、あ、めっちゃキル稼げる。めっちゃキル稼げる。これ横スライディング降りてらしいっすか。横スライディング、うーん。あー、気持ちいい。ちょっと待って、これやばくね、俺。めっちゃ買ってるから、いや、絶対死ぬぞ。絶対、なんかフランケンしたいみたいなやつ。一旦これは待って、中に入っていってですね。ドゥンドゥン。これ TKO やったっけ、俺 TKO5 やったっけ。一旦これは、ちょっと待って、多分これ固まっちゃうけど、バレ。行く行く行く。いいっすね。キル数えぐない。キル数えぐない。いや、いるか。いやー、そうさすがに帰れたよ。一旦これ買ってんの。やっぱこれソーラン数50発にした方がええんか。これ絶対あるじゃん、そこ。いや、ナイス、カリ。こいつ上がってくる。多分俺に恨みを買ったやつが上がってくると思うんで。いや、バレてんな、俺、完璧に。あ、もうほんま思うなよ、このゲーム。でも待って、17キルしてんねんけど。ちょ、お前らキャリーしたるぜ。キャリーしたるぜ、マジで。超お前ら、ほら、もっと前に進んでいこうぜ。前向きに行こうぜ、どこですね。これ多分来るよ。うわー、もうなんでここで。あ、行く行く行く、壁抜きしないで。抜き抜きしないで、うん。ちゃんとこれは。ああ、もうなんでこれ、まあ、前に行こうぜ、ほら。前に上がっていこうぜ。言うてもか、いや、負け、なんでこれで負ける要素あるの。これ負けたら怒るぞ。負けたらガチで怒るぞ。ピンピンになるぜ、マジ。あらららら、行ったかっていうの、こっちやな。待って。いやー、なんでこれで負
げるのおかしいって、もうおかしいって、なんで俺どこまで切るしたらええねん。ちょっと待って、寝起きやからさ、割とこのなんていうの、語彙力終わってるんですけど、マジでこの QXR の強さはね、皆さん見せれたらいいんじゃないでしょうか。いいんだこれ、一回一旦それから。なあ、だからさ、これもう無理じゃねこれ。なんかドミネーションでもね、やめとこう味方批判は。もうこんなことしてもね、いやー楽しくない、やっぱ俺は楽しみたいからな。いやまあでも確かに QXR 全然強いよ。ほらこの環境で19キルって、うわーすげえ。あ、いや味方強すぎやろ。しゃあ気合入れていこうか。ということですね、どうせ今日待って、俺な MX9 を狩ることに快感を覚えてしやった。なんてやろう、多分これはM2 なんですよね。わかる、 MX9 を狩ることで快感を得るということですね。やっていきます。もうなんていうの、別にさ探さなくてもいいやろ。ほらどうせお前ら、ほらあほら、あ言うて、あ好き、あいいっすね。なんかショットガンとか使っちゃうもん。なんかさ MX9 がうざすぎてもうショットガンとかね、なんか赤ちゃんに見てきた。これ絶対裏いる、間違いなく絶対根から投げてくる。来いよ、はいよつー。お前何や、あ K のポディフォーか。一旦これ買っていく。で、ちょっと待って、敵のくね。いく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 、いいっすね、頑張って。来て、見たよ。絶対くれろ。もう一人、いや、ちょっと待って、硬すぎやろ。ガチガチやれ、ということで。さあ、じゃあさあ、どんどんお前、これ裏投げるか。強化でずっと妹とんのか。強化引っ張り出していいか。いやー、ナイスナイスナイス。味方結構強いな。言ってこれは2回しかクリアリングしても、なんかいんな。なんか全然いるやん。なんか、一旦これスナイピングし、いきりスナイパーしていいっすか。さあ、来いよ。来いよ、来いよ。ちょ、マジでね、俺にスナイパー持たしたらどうなるかっていうことをね、ちょ、教えてやろうか。あ、女子スナイパー。スナイパーいるが、ちょ、突な待とうか。で、こっちから多分一人が来る。絶対に、絶対的に。なんかあんなとこなかった。え、何してえ、モグラ叩きか。一旦これでもう詰めていくわ。こいつマジで許さねえ。こいつマジ、俺の前でジャンプしやがって許さねえ、こいつ。もう敵どっか行った。あ、刺し、あ、刺しって感じですね。言うてこれは、ちょっと待って、え、境界、あ、いいんや。危ないね。はい、ドルフィンおじさん、カメ、そしてこれ待って、どんどん行くぜ。いいっすね。そして、2回いんねえ、これ。いや、バレてない、これ。こっち枠は。おーん、いいっすね。気持ちや、エンダン、ゲームだし、センターにめちゃめちゃいるんで、スナイピング見た。俺のこのスナイピングテクニック。ちょっと待って、いや、もう言うてねえ。なんで、おい、うま俺ちょ、そんなうまくなかったってね。そんな上手くなくねえだろみたいな感じなんですけども。いや女、これ俺ってさ、何ですこのスナイパーだけ絶望に下手くそなんですかね。そう、荒野とかね、荒野やったことないけど、エイペックスとかだったらまあ自分で言うんですけど、まあまあ上手いんですよ。でもコットだけのこの SR はね、なんていうのかな、多分俺の指はね繊細じゃないからな。俺の指はやっぱり太いからさ、これ繊細な動きができないです。来てんね、あーしてんの、いいですね。さあどんどん行くぜ。うわあーあーんうんうん、あいく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 、はっ、俺何した、お前がおらー、お前、俺何した、俺やられたら仕返す、俺、あれ、やっぱ挨拶されたら仕返すよな、俺、いや、ファッキュー、ファッキュー、ファッキュー、気持ちいいぜ、ぐらいな、これ、ゲッタン、著作権が危ないよー。いいっすね。ちょっと待って。今画面ツバだらけや。いや、これマジで、別に俺悪くないでしょ。さっき向こうやからな、2階でしちゃうしきじゃん。これマジで俺責められたらわけわからんよな。ただ単にその、街中でいきなり殴り返されてさ、殴り返しただけやの、ちょっと待って。もうやめて、いく。お前。もうこのスナイ、オーバーパワーってないんやねん。ダサすぎやろ。オーバーパワーってなんすか。オーバーパワーとは、うん。今、多分妹っていうのは、あ、スナイパーやな。いやー、うまいな、お前。なんていうの、敵見つけたらロケラン撃ってくるのか、お前。いやー、ギンギラ、怖すぎやろ、こいつマジで。顔が怖すぎるわ。でも14キロの4ですか。まだ今回別に俺は良くない。ちゃんと仕事したよね。しかも挨拶されて、挨拶仕返したしね。いや、女これなんか、もう、お前。やめちまえ、やめちまえ、まあ、いやー、ちょ待って、これは久しぶりに気持ちいい試合したな。相手がね、MX3 やったら、俺多分ブチ切れて MX3 使ったと思うんですけど、でもこれは、相手。いやー、ゴリラなんだよな。いや、ディスリなんだよな。俺別にこれ、もう下打ちしてきたやつは、もう挨拶されたんでね、もうこいつは友達っすよ。こいつは友達っす。友達以上の関係っすね。恋人かもしれない。ブチブチにするぞ。ということで、今回 QXR どうだったでしょうか。これからもですね、こういったの動画上げていきます。それでチャンネル登録と高評価、ポチッとよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。